10、運命をかける。宮本武蔵というのはどんな人だったか知らんけれども、本を見てまあ知った範囲やけど、あの人は絵も描く。そしてもちろん絵だけやなくて剣がうまい。剣聖やな。その彼は学んだ先生があったかというと、先生、師匠はいなかった。宮本武蔵は自分で収めて得得したんや。だから君らも、言うなら、あんたの先生は誰だと聞かれたら、先生はいない。先生は僕や、と答える。そういうようにならないとあかん。それ、誰に教えてもろうたんや。僕は自分で考えたんや。塾生はみなそうや、と、みんなお互いに先生になり、弟子になり、いわば交代しているんや。そして、今日を作ったんや、と、こういうことやな。そうやって、政治にしても、経済にしても、その他の文化的なことでも、宮本武蔵のような修行をしないとあかん。彼は修行してるわな。鐘の音を聞いて、風が吹いてきたと知り、その鐘の音によって何かを得得してるわけや。ああ、風が吹いて寒いな、というようなことを考えてはいない。偉い人は、そういうことがわかる。一流の大将や軍師は、戦争をしても、大空を行く鳥の大群がバーッと散って逃げていくのを見て、何かそこに隠れている、そこに伏兵がいるんやなと察知できる。それでそこを避けて通る。そういうことが教えられずしてわかるくらいに頭が敏感に働かんとあかんわけです。そういうことが戦争やなくても、我々の日常の生活、活動の上にもあるわけです。それを察知することができなければ失敗する。そういうことを心に留めておくことです。諸君も、宮本武蔵の精神に倣って、自分で研究、工夫をして、全世界の人々にこうしたらいい、こうしたら人間の幸せというものが約束できるという信条を発見したら、それを発表したらいいわけです。そんな完全なものまでいかんでも、これが今一番現世においては最高の出来や、思える論文ができたら、それを発表したらいいわけです。僕が松下電器を作ったのは100円の元であった。技術も何もあらへん、学校へ行ってへんからな。それがいつの間にか今日の松下電器ができたわけや。最初に松下電器を作った時にそんな夢を言っていたら、みんな笑いよったやろうな。しかし日が経ったらできたわけや。だからね、できないことはあらへん。ただ僕が成功できたのは、最初にこれをやろうと思ったことは志を変えなかったから。65年間商売というものを一回もやめなかった。もうそれ一筋にやってきたわけです。金が払えん、非常に困ったという時でも
一向に迷わんとやってきた。悲観する時があったり、思うようにいかん時があったり、迷う時があったりしても、一旦商売を始めた以上、これしかないというくらいに考えて運命をかけたわけや。1982年4月10日。11。成功のコツをつかむまでやめない。一つの道において経営のコツをつかんだ、いわば名人に達した人なら、どんな仕事をしても必ず成功する。なぜなら、一時に成功すれば、その根本において考え方は同じやから、万事に成功すると考えていい。逆に言うなら、一時に成功できないものが、目先を追っていろんな仕事に手を出しても、結局は成功しない。人生においても同じことが言える。熟成諸君も、自分で選んだ道において、まず成功のコツをつかむまで努力をやめないこと。成功のコツをつかめば、何をやっても成功する。使命感と気力、この二つがないと立派な経営はできん。このことは他のすべてにも言える。1983年9月1日。